ベルミード・プランテーションは、アメリカ合衆国テネシー州ナッシュビル内の独立都市、ベルミードにある歴史的プランテーション及び、現在博物館として使用されている大邸宅。現在残っている土地は30エーカーで、ワイン醸造所、観光案内所、また、ハーディングの小屋、酪農場、馬車庫、家畜小屋、霊廟などオリジナルの離れ、再建された奴隷地区などがある。1807年、バージニア州のジョン・ハーディングは、ナッチェストレイスのダナム大農場と丸太小屋計250エーカーを購入。初期の頃ハーディングは、アンドリュー・ジャクソンなど近所に行くのに馬に乗り、1816年までサラブレッドを繁殖させていた。1823年、自身の騎乗服を着て、ナッシュビル競馬クラブに登録し、マクスパデン・ベント・ファームのトラックで馬の調教をしていた。また、サウスカロライナ州チャールストンとルイジアナ州、ニューオーリンズに穀物を出荷し、アーカンソー州とルイジアナ州に、広大な土地を所有していた。1820年、1階建てで翼廊のある連邦様式の5柱間の邸宅の建設を開始。ジョンの息子、ウィリアム・ガイルズ・ハーディングは、マクスパデン・ベントの寺所に住み、父と共に馬の調教をしていた。ウィリアム・ガイルズが、ベルミード・プランテーションの管理を引き受けるまで彼は、馬の繁殖と競馬に心血を注いでいた。地元の複数の競馬クラブで活動し、クローバーボトム、キャラティン、ナッシュビルなど、この付近で行われる競馬にはすべて出場した。1839年に、父からベルミードプランテーションの管理を引き継いで間もなく、ウィリアム・ガイルズはアメリカ競馬登録レジスターの編集者に手紙を書いた。ここにいる純血種は人気があり、これを逃すと時代遅れでセンスがない。私は良い未来を予見できる原石を持っていると書いた。そして実際成功した。父親と違い、ウィリアム・ガイルズは競馬そのものより、サラブレッドの繁殖の向上により、興味があった。彼が競馬を観戦するのはもっぱら掛け合わせの父馬と母馬を見極めるためであった。1853年、準賞となったウィリアム・ガイルズは、馬のビジネスの成功を反映し、2階建てで5柱間のグリークリバイバル建築の大邸宅に建て直した。この頃ハーディング家はとても栄えており、領土5400エーカーを現在も世界に名の通るサラブレッドのチャンピオンを育成するプランテーションを設立した。南北戦争が終わる前、ベルミードプランテーションは多くのアフリカ系アメリカ人奴隷を抱えていた。ハーディング家はナッシュビルで最も多く、奴隷を抱える家の一つであった。ジョン・ハーディングはダナム大農場に定住するときに2人の奴隷を連れてきた。ベンは農場内の鍛冶屋で働いた。1806年10月6日、ディシーという鍛冶使用人はガイルズ・ハーディングにより$70で購入された。ディシーは出産可能年齢を過ぎた老女であったため安価で売られており、若い頃のジョン・ハーディングの母親代わりとして、身の回りの世話をすることとなった。1807年、ジョンは、ネッド、アイザック、ジェニー、モリーの4人の奴隷を購入。ジョンは、彼の父方から、一般労働者のパトリックの系統で、ガイルズ・ハーディングはパトリックが以前ベルミードで、働いていたとほのめかしたが、1810年までそれは、違法であった。最初は、ジョンとスザンナは奴隷と共に農場で働いていた。ジョンは土地と奴隷の売買のためしばしばナッチェストレイスを行き来した。長年、ベルミードの人口は着実に増加していった。木工製作、石膏業、木工細工、単冶工など様々な分野で奴隷たちの技術は熟練していった。他の労働者は鍛冶使用人として働いていた。農場の奴隷人口の一部は農業労働者だが、収穫時期には他の労働者も農場を手伝った。鍛冶屋の弁はとても価値があり、他の奴隷たちとは買い難かったが、1818年に逃亡して以来見つかっていない。同年ジョン・ハーディングが購入したネットはたった数ヶ月後に逃亡。熟練した技術を持った逃亡奴隷は自由州で仕事を探すことは農業労働者よりも容易であった。ベルミードプランテーションには少なくとも2カ所の奴隷地区、2カ所の墓地があった。大邸宅近くに家事使用人と技術労働者のための水しっくいの小屋があった。もう5つの小屋は、牧草丘の近くにある農業労働者のための小屋で、上記の小屋に比べると粗末なものであった。奴隷用の墓地は、通常牧場主により指定され、奴隷の住居からは遠かった。奴隷の葬式の多くは夜に行われた。労働が終わってから、遺族は歌いながら、個人を墓地に運ぶ。ベルミードの奴隷の多くは、ベルミード内の奴隷地区に住んでいたが、少数は大邸宅内に住んでいた。ハーディング家の人々は、家の中や外出時など必要に応じてそれぞれ個人に使用人がついた。これらの使用人は、通常それぞれの主人のベッドの足元のそばで寝起きしていた。主人と年齢の近い子供のいる女性奴隷は、主人の乳母、子守として従事し、自身の子供と同時に、子供の年齢の主人の子守や世話をした。1850年代、ウィリアム・ガイルズ・ハーディングは、奴隷の反乱、奴隷社会における疑心暗鬼への脅威により、デイビッドソン郡内の無認可のアフリカ系、アメリカ人奴隷をテネシー州外に送り出すことを実施する委員会の代表を務めていた。テネシー州の奴隷制度終了後、ハーディングは解放奴隷への教育のためにベルミードの土地を使用することを拒否。彼は奴隷たちに友好的ではあったが、心の底からアフリカ系アメリカ人に白人と同等の権利を与えるべきとは思っていなかったのである。南北戦争の影響により、ベルミードで雇われていた奴隷の多くはここを離れることとなったが、必ずしもここでの仕事を辞めなくてはいけないものでもなかった。多くの者は新たな場所で生活しながら、ベルミードでの仕事を続けた。ベルビュー近くのトルバードコミュニティは南北戦争後に解放奴隷が最初に居住した場所の一つであり、ベルミード従業員の居住割合が高い場所である。何人かはベルミードの荒廃した旧奴隷小屋に住み続けたが、近くに新しい住居が建設された。地域開発で取り壊される1970年代まで奴隷家族の子孫はこの住居に住んでいた。奴隷制度の時代、馬の世話のために誰かを雇うよりも、奴隷を所有した方が都合が良かった。これらの奴隷が馬の世話の才能を発揮した場合、騎手、厩務員、調教師などより良い地位につくことができ、さらに技術を磨く教育をされたり、自由な時間、旅行に行く機会、より良い食事や衣類を与えられた。1800年代の最も有名なアフリカ系アメリカ人騎手、アイザック・マーフィーはアメリカの競馬史において最も優秀な騎手の一人とされている。彼はケンタッキーダービーで3回優勝し、勝率 44% という記録は現代に至っても未だ破られていない。しかし、肺炎のため34歳の若さで亡くなり、栄光は短く幕を閉じた。現在ケンタッキー州レキシントンにあるケンタッキーホースパークで著名な馬の万能王の隣に埋葬されている。マーフィーの没後、アフリカ系アメリカ人騎手への信頼は減少し、厩舎での地位も下がっていった。現在多くのアフリカ系アメリカ人が競馬に関心を持ち、最終的に100年前よりも地位を取り戻した。年を取ったり成長したりして、馬に乗るには大きくなりすぎた多くの騎手は調教師となった。ケンタッキー州、ルイビルの調教師、エド・ブラウンは1877年に開催されたケンタッキーダービーの優勝馬を調教した。彼は自身の競走馬を所有し、彼が亡くなる1906年には、ルイビルで最も裕福なアフリカ系アメリカ人とされた。ベルミードの騎手、調教師、厩務員の人々はこの農牧場に成功をもたらした。1807年から、ハーディング家は奴隷を所有していた。1810年代には彼らは馬関連の業務で熟練していった。多くの騎手は競走馬に乗るのに完璧な軽量の8歳から12歳の若い少年の奴隷であった。この少年たちは優遇され、国内を旅行することができた。ハーディング自身もベルミードの調教師であったが、所有していた奴隷、または短期的に雇った白人従業員の助けを必要としていた。1839年、ハーディングはロバート・グリーンという少年奴隷をベルミードで働かせるために連れてきた。彼は馬と共に育ち、後にハーディングの右腕となり、サラブレッドに関するすべてにおいてエキスパートとなった。南北戦争後もこの馬牧場で働き続け、1879年のベルミードの大長によると厩務員長及び調教師長としてこの農牧場で最高額の給料を得ていた。彼は馬に関する知識で巧妙で、馬のビジネスに関わる者たちは一切馬の売買に彼の知識を借りたとされる。彼はベルミードでの厩務の際は白いエプロンを着用していたが、ニューヨークでもこのエプロンを着用していた。1887年、彼はグロバー、クリーブランド大統領に紹介され、ボブは大統領を色恋、ブランブル、エンクワイア、ルーク・ブラックバーン、グレート・トムなどの馬の巡業に連れて行った。ボブ・グリーンは州外に初めて出荷する種馬の世話に役立った。1889年、ニューヨーク駅舎で行く際、ジョンストンの洪水に見舞われた。線路は水面下となり、汽車は迂回せざるを得なかった。汽車に缶詰状態となり馬たちは興奮し、ボブら厩務員たちは馬が怪我するのを防ぐため、馬たちの頭をしっかりと抱いていなくてはならなかった。彼らの尽力にもかかわらず、何頭かの馬は怪我をしてしまい、ニューヨークでの初の売買は低迷した。後年、このプランテーション及び古い家を離れ、ナッシュビルの自身の他の土地に移らなくてはならなくなった。彼は、ベルミードのすべてのサラブレッドを担当していただけでなく、自身のサラブレッドも所有していたためベルミードを離れることは昇進であった。1906年、彼の希望によりこの農牧場に埋葬されることを許可され、現在もこの名のない墓地に埋葬されている。ボブは、生前少なくとも4人の厩務員を抱えていた。そのうち1880年代に働いていたサム・ニコルスはフェアビューファームでの地位を提案されたが、著名なベルミードで働き続けるためこれを辞退した。南北戦争が勃発し、ベルミードプランテーションにも剥奪などの危機が迫った。ナッシュビルの戦いの最中、この農牧場前で北軍と南軍が小競り合いを行ったため、大邸宅の大きな石造りの柱は銃弾で損傷を受けた。現在もその跡を見ることができる。南北戦争後の1867年から1868年、ハーディングは馬牧場業務を継続することができた。自身の馬により、当時のアメリカ合衆国内の他の誰よりも富を築いていた。本格的に馬の繁殖に取り組み始め、1867年、彼の牧場で繁殖された馬が初めて売りに出された。彼はこの方法でのサラブレッドの販売の第一人者となった。1867年に一歳馬の販売が開始され、1902年まで毎年行われていた。この競り売りの方法により、彼はサラブレッドの繁殖牧場及び販売でテネシー州内で最も成功した。1886年にハーディングが亡くなり、ザ・スピリット・オブ・ザ・タイムズは彼を19世紀に馬の繁殖業を世に知らしめた功績を称えた。南部諸州が連邦に加盟する頃、一歳馬の販売において世界中の買取人によるベルミードの繁殖の評判は最上級となった。彼の義理の息子、ウィリアム・ヒックス・ジャクソンとハレル・エドマンズ・ジャクソンの経営したベルミード用馬場は繁盛した。ベルミードプランテーションの馬の血統は、ボニー・スコットランドから始まり、セクレタリアとファニーサイド、シービスケット、ガイアカモ、マイン・ザット・バード、スマーティ・ジョーンズ、バーバロなど有名な馬を生んだ。1990年代からケンタッキーダービーに出走する馬すべてが、ベルミードプランテーションの馬の血を引くものとなった。この成功哲学の証拠に、1860年までのアメリカ国内でウィリアム・ガイルズ・ハーディングが得たトロフィーやカップのコレクションは最大であったとされる。種馬の品質は突出しており、彼のメス馬もまた、毎年優秀な一歳馬を生み出していた。1867年から毎年この販売会は、馬の買取人にとって、アメリカ国内で最も興味を引くものとなった。1868年、ウィリアム・ヒックス・ジャクソンは、ハーディングの長女、セリーンと結婚し、ベルミードの大邸宅に住むようになった。彼は熱心な調教師で義理の父と共に、繁殖牧場の繁栄に努めるようになった。1875年、騎手服の製造を取りやめ、繁殖に専念することを決断。ハーディングの没後、ジャクソンは、セリーンの腹違いの兄弟のジョンとジャクソンの兄弟で、セリーンの妹、メアリー・エリザベスと結婚したハウエルと牧場の権利を3等分した。ジャクソンは、牧場の3分の1の権利しか持っていなかったが、家族内でここに常勤していたのは彼だけであった。ジャクソンの社交性と自信により、一歳馬の販売に何千人もの人々を牧場に引きつけるのは容易であった。1883年、ベルミードの大邸宅の家具を一新。1887年には、フルバスルーム3部屋、水流による冷暖房、電話を導入した。アメリカの優秀な馬の繁殖業の創立者としてのベルミードのイメージは、ベルミードで毎年行われる販売会などを通してニューヨークで評判となっており、世界中で有名なサラブレッドを産出した。ベルミードの大邸宅を訪問した著名人は、グローバー・クリーブランド大統領夫妻、ロバート・トッド・リンカーン、ユリシーズ・S・グラント将軍、ウィリアム・T・シャーマン将軍、ウィンフィールド、スコット・ハンコック将軍、ウィリアム・ハワード・タフト、アドレイ・スティーブンソンなど。1886年、洋馬場を建てるためイロコイを購入したことで、ベルミードは世界中で有名となった。イロコイは1881年にアメリカ産馬としては史上初のイギリスダービー優勝馬である。1892年には、イロコイはアメリカの種牡馬チャンピオンになり、そのしつけ料は$2,500に達した。1899年12月17日、イロコイはベルミードで亡くなった時、当時まだ最も有名なサラブレッドとされていた。ハーディングの遺志を引き継ぎジャクソンは1886年から1888年まで、ベルミードで一歳馬の販売会を行い、1889年にはニューヨークでも販売会を行うようになった。1892年、ニューヨークで53頭もの一歳馬を$110,050で販売し、最も成功した年となった。1頭につき$2,076となり、この牧場から売りに出された馬の最高額となった。翌年の世界恐慌から不況は長引いた。同時に、テネシー州内の改革により1907年までに競馬場が閉鎖され結果的にギャンブルもなくなった。これらの経済や社会状況により他州から来る馬の繁殖業者の価格競争はベルミードと州内のサラブレッド用馬場には打撃だった。テネシー州内のサラブレッド牧場は閉鎖され、ベルミードなど他の牧場に馬が売られていった。1898年、ビリーの息子であるウィリアム・ハーディング・ジャクソン・ジュニアが主に経営していた頃、価格の暴落は始まった。1902年のベルミードでの販売会では$172,665を売り上げ、アメリカのサラブレッド販売会で最高額となっていたが、膨れ上がった借金と相殺するには遅すぎた。1903年3月、ウィリアム・ヒックス・ジャクソンが亡くなり、数ヶ月後、息子のウィリアム・ハーディング・ジャクソンも経営を軌道に乗せる前に亡くなった。1903年と1904年、若くして未亡人となったアニー・ディビス・ジャクソンは馬を何度か分散して売り、フィラデルフィアレコード誌が世界で最も際立った繁殖業創業者と評した、この洋馬場は約1世紀の無類の栄光の後に幕を閉じることとなった。ジャクソン兄弟たちの没後、20世紀初頭、次女は競売にかけられ、ハーディング家4代目の一家はこの土地を離れることとなった。旧プランテーションのこの土地は現在テネシー州の独立都市、ベルミードとなっている。1953年、ベルミードの30エーカーの土地の大邸宅と8つの建物は、テネシー州歴史保存協会に譲渡され、現在ナッシュビル歴史協会により運営されている。ナショナルパークサービス、ナショナルレジスターインフォメーションシステム、ナショナルレジスターオブヒストリックプレイセズ、ナショナルパークサービス、2020年10月12日、閲覧。ありがとうございます。